ご紹介します。こちらはロビーアシスタントのエリスさん。エリスさん、こちらはベロブルグの救世主です。彼女の名前は聞いたことがありますよね。あ、お名前はかねがね伺っています。ようやくお会いできて嬉しいです。エリスさんはロビーアシスタントであると同時にベロブルグ芸術学院の生徒でもあり、この博物館の歴史や展示品についてとても詳しいんです。エリスさん、今日から彼女は博物館の非常勤の支配人になることになりました。博物館の開放と運営について彼女に共有していただけますか？もちろんです、ペラさん。私に任せてください。業務内容を分かりやすくお教えしますので。開拓者様、今から博物館の運営に関する仕事の流れについて説明してもよろしいですか？やる気満々ですね。それでは始めましょう。
Thank you.